フランス、ベルサイユ宮殿の庭園オーストリア、シェーンブルン宮殿平面幾何学式庭園は西洋式庭園の策定技法の一つ。イタリア式庭園のうちのロダン式と違って、主として平地に営まれ、幾何学的構成を持つ庭園に強い軸線を導入している。17世紀末フランスの宮園造園家、アンドレル・ノートルによって確立された。 フランスの宮殿建築と造園に革命をもたらした三人の王家として、ノートルのほか、フランソワ・マンサールと彼の大いであるジュール・アルドアン・マンサールが挙げられる。アンドレル・ノートルは、宮廷庭師ジャンルノートルの息子で、マリー・ド・メディシスが、リュク・サンブルール宮殿の庭を作らせた造園家の一人であった。ノートルは、ボール・ビコンと、ベルサイユ、シャンティ、ディジョンの庭を計画、実現した。 フランソワ・マンサールは、ブロワ城、ジュール・アルドゥアン・マンサールは、ベルサイユ宮殿、アンバリッドのドーム、バンドーム広場、ビクトワール広場、ダラン・トリアノン、マルリの王宮を作っている。この庭園様式は、その後ヨーロッパ全土に広がり、彼は王者の庭師、庭園の王とまで呼ばれるようになった。イタリアで生まれたイタリア式庭園で用いられている、樹木の列植や、 花壇の幾何学的な構成に強い軸線の導入、毛線花壇やボスケ、トレリスなどが考案された。野菜は姿を消し、竹の低い花や、これと良き対象をなす、観葉植物がそれに変わった。よく用いられる図案は、方形の中に仕込まれた四つのアラベスク、または刺繍文様の組み合わせであり、その中央には池が配置された。中でもベルサイユ宮殿は、 平面幾何学式庭園の代表例であり、300ヘクタールにも及ぶ、その大庭園は建築式造園の一つの到達点である。ここでは、宮殿中央の鏡の間の前のテーラスから南へと、王の並木道が伸び、その先がカナールになって、それが遥か天と地の境にまで伸びていっているように見える。ベルサイユでは、 ボスケの中にも様々な小庭園が作られ、これらを舞台に、モリエールの芝居、リュリの音楽、ラフ・オォンテーヌの詩の朗読などが行われたのであった。この庭園様式は、ヨーロッパ中の宮廷庭園にも放されたが、大きな広場や、そこにつながる一直線に伸びた道路は、18世紀の都市計画にも大きな影響を与えた。フランス式庭園や花壇、ロワール渓谷ビランドリー城。 ジャルダンで作七1765年、ウェールズのカントリーエステートの成形式庭園の、計画ペルシャの庭園とヨーロッパの庭園のデザインの、伝統における、成形式は、直線的で、軸方向のデザインである。非対称で他の幾何学的形状を持たないのは、中国庭園と日本庭園の持つ庭園デザインの伝統であり、岩、苔、かき集められたジャリの全庭園は、その一例である。 西洋モデルは慎重に計画された、幾何学的で、そしてしばしば対照的な線で、レイアウトされた秩序ある庭園である。成形式庭園内の芝生や池垣は、最大限の効果を得るために、きちんと剪定されている必要があり、木、低木、小低木及び他の葉は、注意深く配置され、形を作りそして体豆維持がなされている。フランスのには、ガーデンアラフランセーズは、 アンドレルノートルがレイアウトした、成形式な庭の中でもあくまで特定の一種類であり、放射状の道と砂利、芝生、パルテールと石の対処によって、幾何学的な形で囲まれた、反射水のプールの通路と噴水と彫刻とが、ファサードの中心をなす。フランス式庭園のスタイルは、イタリア式庭園のティボリのエステア別荘、ボボリ庭園、ランテ層など、 15世紀のイタリアのルネッサンス庭園に由来しており、スタイルはフランスにもたらされ、フランスのルネサンス期の庭園で用いられた。切り取られたような常緑樹を活用した成形式庭で、最移植期のもので、いくつかはアンリ4世、ルイ13世、ルイ14世に仕えた庭師クロードモーレによって、アネットで活用されたものである。ベルサイユ庭園は、様々な異なる庭園様式で構成され、 アンドレル・ノートルによって設計されたフランスの庭園の究極の例である。幾何学式庭園は直線的な形式のデザインを持ったイギリスのカントリーハウスの荘厳内絵にも特徴づけられた。パルテールの紹介は1630年代にウィルトンハウスで行われ、18世紀初頭にデザリアー・ディ・アーガンビルの出版物ラテイより、イラプラティーク・クジュジョディの字は英語とドイツ 伝統的なスペイン風庭園のデザインはペルシャ庭園とヨーロッパルネッサンス庭園の影響で発展し特にグラナダの国際的に有名なアルハンブラ宮殿とヘネラリフェはムーア人のアルアンダルス時代に建てられ何世紀もの間デザインに影響を与えてきたが百二十九年のイベロアメリカ万国博覧会会場のセビリアはスペインでも有名な位置にあったマリアルイサ公園を 成形式でジャンクロード・ニコラ・フォレスティエによって設計された。20世紀の変わり目にもイタリアやフランス形式である成形式が再導入される。ワシントン DC のダンバートン・オークスにあるベアトリックス・ファーランドがデザインした成形式イタリアン・ガーデン・エリア及び英国のブレナム宮殿にあるアキレ・といショインの復元された フランスのウォーターパートナーで、これらはモダンなフォーマルガーデンの例である。ニューヨークのセントラルパークにあるコンサバトリーガーデンには、カリフォルニアのフィロリなど、他の多くの公園や敷地と同様に、フォーマル庭園がある。最も単純なフォーマル庭園は、結び目のある庭園のような単純な、幾何学的形状で慎重に配置された花壇か、庭園のベッド裏打ちまたは、 囲みボックスでトリミングされたヘッジであろう。より発達ししのこんだフォーマルな庭園には、彫像と噴水がある。1987年、ギレッセルモント著、ピカルディのアバジェイでバイワーズに、レイアウトされたフォーマル庭園。この形式の庭園の特徴は次の通り。ありがとうございます。